今回ご紹介いたしますのは、このオッドキャストの上にあります、リピートチャージ Wi-Fi、ポケット Wi-Fi になります。こちらのご紹介をいたします。こちらの Wi-Fi の特徴は何と言いましても、固定費がなくて、必要な時だけ Wi-Fi を使って経費を削減したいという方にとって非常にぴったりな Wi-Fi になっています。また、通信障害でもトリプルキャリア、ドコモ、au、ソフトバンク、この3つのキャリアに自動接続がされるという特徴を持っていて、最短即日利用開始ができる非常に画期的な Wi-Fi となります。で、今回私のチャンネルでは、こちらの社内 Wi-Fi として使った時のレビューをしていきたいと思います。興味のある方は最後までご覧になってみてください。まず私の使用例でご紹介していきたいと思います。私の場合は、このように車に PCS35 というオッドキャスト AI ボックスを使っています。で、これ何ができるかと言いますと、車でネットを見たりすることができるものになっています。で、これを使ってネットを見るためには、車内に Wi-Fi の環境がないとネットを見ることができません。そういった時にどういった使い方をするかというと、携帯でテザリングをしたり、SIM カードを使ったり、あとは Wi-Fi、ポケット Wi-Fi を使ったりするという3つの選択肢があるわけなんですけれども、その中の一つとして、このポケット Wi-Fi を導入することによって、車内にネット環境を整えて、車の移動中にネットを楽しむといった、そういった使い方ができるようになります。具体的に、車内 Wi-Fi として使ってみたいと思うので、デモ画面を見ていただければと思います。で、今こちらが PCS35 のオッドキャストのホーム画面になっているんですけれども、Wi-Fi が使えることによって YouTube を視聴したりすることも可能ですし、Amazon Music の置き換えとして、こちら YouTube Music で音楽を再生したりすることも可能です。ネットを見たりすることももちろんできますし、テキストファイルを見たりすることも可能と、まあ、いうことになります。実はなんですけれども、最近のトヨタの新型の車っていうのは、このように車内 Wi-Fi というのが使えるようになってきています。で、こちらは月額1100円税込みという金額になっていて、しかも通信量が無制限ということで、ぶっちゃけ言いますと、非常に安い。トヨタ車を持っている方なのであれば、非常に安い金額で、車内 Wi-Fi を使うことができるようになっているんですけれども、新車を買う人ばっかりじゃないですし、かつトヨタ車に乗ってらっしゃる方ばっかりでもない。で、かつ、これ、毎月払わないといけない。使わなかったとしても、1100円かかります。で、また来月になったら1100円払うといった。そういった形で使うようにはなるんですけれども、最近の車には、車内 Wi-Fi がついていて、当たり前のようにネットができるということになっています。ただし、問題点というのがあって、このように、カーメーカーで設定されているネット環境は非常に遅いです。はい。今こんな感じで、先ほどのテキストファイルを開いたんですけれども、インターネットを使うことももちろんできるんですけれども、非常にこの動きというのが遅い。展開が少しこう遅いというのが出てきます。で、例えば、YouTube を開こうということなのでしたら、もちろん YouTube 見れるんですけれども、見ていただくと、かなり展開が遅いのがお分かりいただけるんではないかと思います。こんな感じで展開されます。まあ、例えば私の動画を展開して見ていただければと思うんですけれども、もう今この時点で、
広告で動画が止まってしまっているといった、まあ、そういった状態になってます。なので、このメーカーで搭載されているこのインターネットっていうのが、もう全然使い物にならないっていうのがお分かりいただけると思います。なので、こちらの AI ボックスっていうのが普及していると。この展開速度の違いがもう全く違うというのがお分かりいただけるかと思うんですけれども、AI ボックスを使うことによって、全く違ったこの動画のこの速さ、展開の速さというものが手に入れられて、かつ快適に動画を視聴するということができるようになるということになります。ただし、先ほどもご紹介したんですが、このように全ての車に車内 Wi-Fi がついているわけではありませんし、最近の車に車内 Wi-Fi がつくようになったということなので、そうしますと、車を買わなきゃいけないということが出てくるかと思います。今乗っている車で車内でネット環境を整えたいという方も多くいらっしゃったりすると思います。現在中古車の市場規模というのは80兆円とも言われておりまして、非常に大きなマーケットになっているわけなんですけれども、まだまだ中古車というのも非常に人気があるというのも実情だったりしますので、そういった車でネット環境を整えたいという方にとって非常に有効的になってくるのが、リピートチャージ Wi-Fi というものになってきます。で、こちらのリピートチャージ Wi-Fi なんですけれども、導入するメリットについてご紹介をしていきたいと思います。ではまず、こちらのリピートチャージ Wi-Fi なんですけれども、実際つなげてみたいと思います。リピートチャージ Wi-Fi、こちらになるんですけど、これを、に接続します。はい、もうすぐ接続が完了ということになりまして、パッとこう YouTube 開いてみようと思うんですけれども、非常に展開が早い。トヨタの車内 Wi-Fi なんかよりもさすがにこの展開速度というのが相当速くなっているのがすぐわかります。さすがトリプルキャリアでの接続というだけあって、非常に展開速度が速くてすぐに動画が見れてしまう。他の動画もちょっと見てみようと思います。こちら先日韓国に行ってきたんですけど、もうすぐにパッと開いてしまう。これ本当に早い。トヨタの車内 Wi-Fi よりも全然早いですね。まあ、この辺は非常にさすが、この辺の機能というのは非常に優れているので、もうパッとこう接続されるというのが、まずこのリピートチャージを使う一つ目の大きな導入するメリットになってくるんではないかと思います。二つ目なんですが、今まで携帯のテザリングを使ってでネットを見てた方はよくお分かりいただけるんではないかなと思うんですが、接続する手間が省けるというのが二つ目の大きな特徴になります。それをお見せしたいと思います。外から帰ってきて、まあ、車にこう乗り込もうと、まあ、いうシチュエーションに思い浮かべていただければと思うんですが、そうしますと、まあ、シートベルトをつけて、まあ、パワーボタンを押して、またはエンジンをかけるという状況になるわけなんですけれども、そうなった時に、このようにナビが起動し始めます。そうしますと次に AI ボックスが起動を始めます。で、次、注目して見ていただきたいんですけども、もうすでにこちら見ていただくとわかると思うんですけれども、このように Wi-Fi がもうすでにつながっているといった状況になります。こちらなんですけれども、こちら、リピートチャージの Wi-Fi。もう、パワーボタンを入れて起動した途端に、自動的に Wi-Fi に繋がってくれるというのが、このリピートチャージを使う二つ目のメリットになります。でも、パワーボタンを入れるだけで、こう見ていただくとわかるんですけれども、すぐに、つながる。で、しかも、先ほどメリットの一つ目でもご紹介したんですけれども、非常にこのネット、パッとこう開ける、この展開速度の速さというのが非常にびっくりするぐらいなんですけれども、まあ、こういった環境の中でネットが見れてしまうということがあるわけなんですけれども、車というのは乗ったり降りたりするということがあるわけなので、いちいちこのパワーボタン、エンジンを切って、
で、またエンジンを入れて、で、またいちいち、セッティングの画面に行って、接続するといった作業をすると、非常にめんどくさいです、正直言って。で、今まで、テザリングというのは、その作業というものが必要でした。ですけども、この、社内 Wi-Fi にすることによって、そういった作業というものをいちいちやらなくても、すぐに、もうパワーボタン、ないしはエンジンをかければすぐに Wi-Fi につながってくれて、見たい動画を見たり、見たいネットを見たりすることができるようになるというのが二つ目の大きな特徴になります。はい。ここまで見ていただいて、リピートチャージ Wi-Fi、非常に利便性が高いガジェットであるということはお分かりいただけたかと思うんですけれども、あとは、こちらの価格的なところ、そこを最後にご紹介していきたいと思います。で、こちらは、今私が使ってます、リピートチャージ Wi-Fi のホームページになるんですけれども、これ、価格なんですけれども、今、オープニングセールということで、通常 26,980 円、これはギガ付きのモバイル Wi-Fi ルーターセットの価格になっていまして、まあ、25,000円と、まあ、いうことになります。で、この100ギガを使い切っちゃうと、まあ、こちらを見ていただくんですけれども、このように100ギガだったり60ギガだったり30だったり20だったり10だったりということで、チャージする必要というのがあります。この大きさによって価格が決まってて、1480円。で、20ギガになりますと2880円。30ギガになりますと3280円。で、60ギガですと4980円で、100ギガだと5980円という価格になってきます。で、これが今25000円ということで、100ギガでだいたい6000円ぐらいなんで、ルーターとしては19000円ぐらい。19000円を先に、まあ、初期投資をする必要っていうのがあるんですけれども、それを過ぎてしまえば、あとはもうギガチャージのみの金額だけになるということになります。ここだけを聞く感じで言うと、やはり初期投資19000円ぐらい、約2万円ぐらいの初期投資をしなきゃいけないと。で、かつ、向こう見ていただくと、100ギガを見る、100ギガ使うのに6000円ぐらいやはりかかるんだと。結構使うのに金額かかるんじゃねえかと。で、先ほどトヨタの社内 Wi-Fi を見たときに1100円じゃないかと。いうことで、やはり高いじゃんというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、このリピートチャージのメリットというのがあって、冒頭でもご紹介した通りなんですけれども、この100ギガというのはあくまでも100ギガを使った場合の5980円ということなんで、自分が例えば10ギガしか使わないということなのであれば、1480円で使えちゃう。しかも、これ、1ヶ月単位の支払いではなくて、有効期限が365日ありますんで、別に1ヶ月過ぎたところで、まだ残りがあるんであれば、月をまたいで、1480円を払う必要もないと、まあ、いうことになりますんで、バンバン100ギガ以上使う方にとっては、トヨタの社内 Wi-Fi を使った方がもう断然お得ですし、トヨタ車乗ってる方でしたら、トヨタの社内 Wi-Fi を使うのが断然お得だとは思うんですけれども、でも、この10ギガしか使わない、ほとんど使わないという方にとっては、このリピートチャージ Wi-Fi を使うアドバンテージというのが出てくるということになります。私の場合の例でお話をしますと、車の中で動画を視聴するってことは私自身もあんまないわけなんですけども、音楽を聴くために動画を流すっていうことはあります。で、このように私いろいろ聴いてる曲があるんですけど、だいたい3分ぐらいの曲なんですけれども、だいたい1回再生あたりなんですけれども、50から60メガバイトになります。10ギガは1万メガバイトということになるわけなので、1万を50で割っていただければ答えは出るんですけれども、200本。曲を聴くと10ギガ使うことになるということになります。そうしますと、例えばお仕事をされてる人ですと、週末土曜日とか日曜日しか車に乗らない方にとっては、間違いなく10ギガで十分に足りてしまうだろうと思います。正直。
で、私の場合ですと、JR ってて毎日車に乗ってるんですけれども、長距離を毎日走るわけではないので、だいたい1回車に乗るのに、そうですね、3曲から5曲ぐらい聞くことになると思うんで、1日あたり5本、そうすると250メガバイトになるんですけれど、それを1万を250で割ると、だいたい40ってなるんで、だいたい40日分に相当するということになります。そうすると、もう10メガって言ったら、車の中で Wi-Fi を使うということにおいては、もう10ギガでももう十分すぎるぐらいの余裕があるということになります。そうしますと、わざわざこの100ギガバイトっていうのを入れる必要っていうのはなくて、もうこちら、10ギガを入れて、使い切ったらまた10ギガを入れるというやり方をすることによって、より無駄のない支払いで、Wi-Fi が使えるようになるというのがリピートチャージ Wi-Fi を使う、まあ、大きなメリットの、まあ、最後の3番目になってくると、まあ、いうことになります。もちろん初期投資としてこちらのルーター代がかかってくるんですけれども、これはあくまで100ギガ付きでの価格になるんで、ここ見ていただくと初期設定済みモデルということで1ギガのセットのやつがあって、これが 19,500円になりますんで、まずこれで使ってみて、で、もう10ギガしか使わないんだよね、と、まあいうことを、ある程度使ってみて、お分かりなのであれば、使い切ったら10ギガを入れて使うと。そうすると1480円ということになりますんで、まあ初期投資は19500円かかってしまうんですけれども、あとはもう使い切りで10ギガでしたら1480円で使えてしまいますんで、決して無駄な買い物ではないですし、トヨタの車内 Wi-Fi と比べても動画の展開スピードがとにかく速いんで、ネット環境も快適ですし、かつトヨタの車以外でも使えるということは非常にアドバンテージとして高いですし、もちろん今車の中でのレビューをしてますけれども、車以外で持ち運んで電車とか出先でも使えるということもありますので、まあそういった意味においては、まあ 19,500円を投資するというのも、拡張性があるということを考えても、非常に有効的なガジェットになってくるんではないかなと思います。あと最後に便利な機能をご紹介しておきますと、私こういう使い方をしていて、ここ見えるようにしてます。で、ここ押します。で、ここ押します。そうすると、この、使った使用データっていうのが見ることができます。なので、使いすぎなのかどうかというのも、ある程度この画面で見ることができるというので、まあ、非常に便利な機能というものがついています。もちろん、携帯のアプリ上の画面で見ることもできるんですけれども、まあ、こういった形でパッとこうボタンを押して、あ、使いすぎたかなって思ったら、ここをまあ見ていただいて、あ、まだ10ギガ届いてないよね、大丈夫だっていう風な形で、まあ、見ることもできます。もう一つは今これチャージランプついてるんですけど、車内 Wi-Fi として使う場合でしたら私はこのアクセサリー電源をつけて使ってるんですけれども、内蔵バッテリーが入ってますので、もちろんアクセサリー電源を使わなくても使うこともできるということで、非常に便利な機能も備わっているというのも大きな特徴になってくるかと思います。ってことで、今回は車内 Wi-Fi としてこちらのリピートチャージWi-Fi のレビューをさせていただきました。で、私のこの動画を見ていただいている方に限定のサービスというのがございまして、こちらギガ付きモバイル Wi-Fi ルーターを購入していただいた方には、今ですと500円の割引クーポンが適用になります。そうしますと、一番安いこちらの 1GB になりますと19000円から購入することが可能になりますので、ぜひ、こちら、社内に Wi-Fi を導入して、ネット環境を整えたいという方は、概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ、検討していただければと思います。それでは、また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。